グラスバレーはアメリカ合衆国の放送映像機器メーカー及びそのブランドカリフォルニア州グラスバレーにて創業現在の本社はカナダケベック州モントリオール現在はベルデンの参加である1959年にカリフォルニア州グラスバレーにてドナルド・ヘアーにより創業1964年に最初の映像機器として映像配信アンプを ナブショーのホテルでデモを実施。1968年にグラスバレーグループはビデオスイッチャーの1号機を発売し、評判を得た。1974年にテクトロニクスとが合併し、その後15年間は経営が安定していたが、テクトロニクスは1999年に映像機器事業を売却。グラスバレーグループ社として独立。2002年にフランスの電気大手トムソンマルチメディアが グラスバレーグループ社を買収。2008年にトムソンが経営危機に陥り、2009年には GVG の売却予定を発表。2010年に投資団フランシスコパートナーズが買収し2011年からサンフランシスコを本拠に経営を開始。2013年に本社をオレゴン州ヒルズボロに移動。2014年2月、米国ベルデン社が GVG の買収を発表。 グラスバレー株式会社は日本のビデオ編集機器、コンピュータ周辺機器メーカー。現在はアメリカの大手電機メーカー、グラスバレー社の傘下である、キュートムソンカノープス株式会社。旧商事のブランド名は、天体のカノープスと同様のカノーパスを使用していた。カノープスのように光り輝く企業であることが目標であり、社名の由来である。創業から1990年代前半。 編集家のオープス電子株式会社として、初めての製品は、NECPC-98 用の Z80、ボードであるプラス80、PC-88 のクロス開発や、CP-M-80 の動作環境として使用された。ほどなく、A-D 変換ボードが主力となり、後のビデオキャプチャー製品に続くことになる。大阪に立ち寄ったビルゲイツに、自社製、 JPEG コーデックのデモンストレーションを行う。1990年代、編集パワーウィンド 968Windows への移行に伴うグラフィックアクセラレーターへの需要に対して、パワーウィンドシリーズを発表。独自のドライバ技術により他を圧倒する性能を誇るなど、日本製 PC ハードウェアベンダーとしての地位を確立する。また、A、D 変換ボードの流れを組むビデオキャプチャ製品を、 発表、パワーキャプチャーシリーズは10年近く販売を続けた、ロングセラーとなる。2000年代、編集 G ホース3搭載ビデオカードスペクトラ X21TV チューナーボード MTV2000、グラフィックアクセラレータのコモディティ化に伴い、主力を、ビデオキャプチャー TV、チューナービデオ編集に移し、MTV2000 に代表される MTV シリーズや、リボストロム RT に代表される DV シリーズが、 メインとなる。パワーウィンドシリーズは、開発チーム GI ワークスによる PC 演数向けの製品、スペクトラシリーズとなる。また、普及型 VOD システムの走りとなるミリッジシリーズを発表し、システム分野への進出を図る。現在、編集 PC 用 TV チューナーのコモディティ化に伴い、軸足をビデオ編集、ビデオ配信に大きくシフト。 これまでの蓄積を活かしたビデオ編集ソフトウェア、エディウスを開発するなど、業務用ビデオ編集システム HDWS や、モザイカ編集システム MRL、ビデオ配信システムミディッチなどをラインナップし、システム販売への転換が進んだ。トムソングループによる買収で、トムソン傘下の放送機器会社グラスバレーと、経営統合し法人向け及びプロの、クリエイター向け編集機器の事業に特化し、 個人向けは、キャプチャーボードを残し、グラフィックアクセラレータ事業からは撤退、ビデオ編集、編集高いコストパフォーマンス、新企画への対応、他メーカー製品との共存など、現場の声を盛り込んだ商品開発姿勢を特徴とする。従来のノンリニア編集機器とは、対照的に PC 周辺機器メーカーの強みを生かしたコンパクトで安価なシステムを提供していた。 この点は業務クラスのユーザーから高い評価を得ていた。編集用ソフトウェアは自社製ビデオ編集ソフトエディットシリーズと Adobe アドビプレミアとの組み合わせであったが2003年にエディウスが発表されて以降はそちらへの一本化が進んだ。ビデオ配信、編集ビデオ編集と同様 PC 周辺機器メーカーの強みを活かしたコンパクトで安価なシステムを提供している映画館や 博物館、展示会などでの VOD システムなどに導入されている。2012年2月より、グラスバレー社によるミディッチ製品事業の譲渡が成立し、新たに設立されたミディッチ株式会社へ譲渡した。グラフィックアクセラレータ、編集同社を代表するビデオカード製品ブランドであったスペクトラシリーズは、NVIDIA 製のグラフィックチップを採用しつつも、 リファレンスデザインを強く否定し高画質化機構を搭載しているとする独自設計の基盤を採用したことで他社製品に比べて高価格にもかかわらず高い人気を獲得した。しかし NVIDIA が自社のリファレンスデザイン以外のビデオカードを認めない姿勢を取ったため2002年8月発表のスペクトラライト G64AGP を最後に新製品が発売を中止。 2003年11月には、スペクトラシリーズとは異なる、高品質工業部品として、リファレンスデザインの OEM 製、ビデオカードを白箱の簡易パッケージに梱包した RFX シリーズを発売した。2005年には、エンドユーザー向けグラフィックアクセラレータ製品として、マティビガシリーズを発表した。これは、ハイビジョン出力に対応した、ATI テクノロジーズ製の GPU を採用した。 リファレンスデザインの OEM 製、ビデオカード製品である、マティビガシリーズは、ATI 製 GPU に搭載されている、高画質動画再生機能をアビボは無効にされており、使用できなくなっていた。2005年8月には、NVIDIA 製 GPU 搭載モデルも発売されたが、2006年2月に発表されたマティビガ X1300 リットルを最後に、新製品の発表を中止。 PC 用 TV チューナー、編集急速にコモディティ化が進んだため、PC 演数向け製品も縮小し、今まで販売した TV チューナーは、Windows Vista に対応しないことを発表した。PC 用ビデオキャプチャカード、編集フル HD 対応のビデオキャプチャカード、h a d l e x を日本で初めて発売した、音声技術会社ポストプロダクション、映像編集スタジオ映画。 テレビドラマテレビアニメインターネット配信トムソンヒストリータイムライン1990から2003リリーブドオン2009年8月23日トムソンーセルグラスバレー t v テクノロジー h t t p コロンスラッシュスラッシュ w w w t v t e c h n o l g y c o m スラッシュアーティクルスラッシュ73816スラッシュ2011年10月27日閲覧。フランシスコパートナーズコンリッツアクイジションオブグラスバレー。t v t e c h n o l g y c o m h t t p w w w t v t e c h n o l o g y c o m スラッシュアーティクルスラッシュ1114062011年1月3日閲覧ロガウェイミケグラスバレーエビデオテクノロジーカンパニーウィズルーツアートテクトラニックスムーブス HQ フロムサンフランシスコツーヒルズウェ The o r e g o n i a n h t t p w w w o r e g o n l i v c o m s i l i c o n f o r e s t i n d e x ス d s s f 2 0 1 3 0 8スラスバレービデオテクナラック HTML インカートリバー2013年8月30日閲覧ベルデンが グラスバレーを2億に0ドルで買収へ、グラスバレー社によるミリッチ製品事業上と成立、ありがとうございます。